皆さん、こんにちは。今回は、海と川にそれぞれあるものがあるシート地を紹介します。このシート地は視聴者さんにご紹介いただきました。ご紹介いただき誠にありがとうございます。それではシート地を入力します。シート地は10188866540。スポーンして右側を向くと、ちょっと地面に穴が開いています。ここのことです。ここからさらにまっすぐ進みます。すると小山が見えてきますので左側に進みます。例の場所に行く前に、こちらの村を紹介します。こちらは山村合併です。ここに2個村があります。教会が畑の上に立っています。さらにあちら側にも村があります。この村には鍛冶屋があるので、チェストの中身をチェックします。チェストの中身のネタバレにご注意ください。では、この場所から、例の場所に行きたいと思います。例の場所に行く前に、ちょいと準備させていただきます。準備完了です。ここから例の場所までは、エンダーアイを使っていきます。あ、これでバレてしまいましたね。途中に埋没しているピラミッドがあったので、寄り道させていただきます。なんとダイヤが3個もありました。寄り道してすいません。また例の場所を目指したいと思います。どうやらすぐそこみたいです。ありました。海の中に要塞です。ちなみに、ここから割と近い場所に、海底神殿もあります。この要塞の入り口が向いている方向に進みます。こっち方向にまっすぐです。念のため、ここの座標を表示します。ありました。では、最後に、このワールドでは、川の中にも要塞があります。その場所に行ってみましょう。毎度のごとく恐縮ですが、今回はコマンドを使用させていただきます。その前に、現在地の座標を表示します。では、例の場所に行ってみましょう。こちらの座標に移動します。なんと、川の中にも要塞です。これは面白いところにできたもんです。せっかくなので要塞の中に入ってみましょう。ちょうど、図書館みたいな場所に出ました。いかがでしたでしょうか。海と川にそれぞれ要塞があるシード地を紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございます。